Yoshi, iku ka. さあ、仕事を始めんぞ。 Thank you.
Thank you.
対決だ。向かうとすっか。ひとっ風呂浴びてく？ふう、いい感じだ。いつでもどうぞ。さあ、出発せんぞ。先に搬送された女の子がどうして後回しにされるんですか。命を天秤にかけるなんて、現場を回すための僕らのただのエゴじゃないですか。いい加減にしたまえ。君ももう学生ではないだろう。あの子が助かる可能性は限りなく低い。一人でも多くを救う、現場にはトリアージが必要なのだ。だったら災害時用の医療テントの使用許可をください。僕一人で何としてもあの子を救ってみせます。
つくづくおせっかいでうぜえ野郎だ。嫌な気はしねえけどな。よし、行くか。
雨止んでよかったわね。明日はいい天気になりそうだし。見回りよ、見回り。在学生に元生徒の素行を調査する。その名前も馴染んだものね。お久しぶりね、スプリガンさん。春から交換留学で通っているのだけど、挨拶に伺うべきだったかしら。やっぱり裏で動いてたのね。記者さんの話でうすうす気づいてたけど、あの件で生徒会長になっちゃったけど、まあまあ楽しくやらせてもらっているわ。さすがにお姉さんはとっくに恥ずかしい年だけど。気にしないで、ちょうど所用で出てきたついででもあるから。ごめんなさい。CID 統合分析室室長のキリカローランよ。はじめまして、解決事務所所長バン・アークライドさん。と言ってもあまり初対面という気はしないわね。それと2年前の裏での顛末も含めてね。待たせたな、キリカ。っておいおい、こいつは。すま、急な依頼が入ってな。なんとか急いで片付けたんだが、にしてもアークライドにお前さんまでいるとは。ああ、あいつらの結婚式以来だな。しかしレン、またでかくなったな。オートで眠らされた6年前が懐かしいぜ。
5年前お前さんは迷いさまよいまくってた。俺はちょうど修行を終えてこの仕事を手探りで始めたくらいで、少しの間かくまいアドバイスはしたが、何かをしてやれたわけじゃねえ。だがお前さんは自分の手で絆を、大切なものを手に入れたんだろ。もう迷い猫、子猫じゃねえ。十分一人前のレディだろ。そのレディ相手にこの扱いはどうかと思うけど。おっと。それと何もできなかったというのはさすがに過小評価が過ぎるわね。レンにしても噂の昔なじみさんにしても、助手さんたちやもちろん私の大切な後輩にしても、あなたの手はあなたが思っている以上に人を導き引き上げ背を押しているはずよ。そいつは、ま、そういった己のカルマをあなたは一度自覚すべきでしょうね。そうすればさっきみたいな迂闊な扱いも喜んで受け入れてあげるわ。今度こそ私はこれで。おやすみなさい、裏解決屋さん。ああ、おやすみだ。一人前どころの話じゃねえな。どこまででかくなるんだか。たく、ま、これも何かの縁か。助手ども同様、見守らせてもらうかね。
よろしいでしょうか。あら、その申し訳ありません、事務所の方々とご一緒でしたか。いえ、こちらは問題ありません。ですがバン様、前回受け取った各種ステータスは明らかに異常でした。サービスを提供する私どもといたしましても捨ておくわけには。何より担当として個人的にも心配です。Thank you.
いろいろ世話しない時代だ。それぞれ事情もあんだろうが、せいぜい自分らしく駆け抜けてみな。俺みたいに外れちまわないように。思ってたよりもでかそうじゃねえか。はい、オアシス湖を望む伝統と革新の遊興都市、あれがサルバットですか。